はい、えー、8枚落ちの、えー、駒落ち定石の方を行っていきますえー、8枚落ちなので銀桂香銀桂香、えー、飛車角、えー、がありませんでこちら側を、えー、上手側こちらを下手側と言いますで、えー、こちらの方まあ後手なんですけどね1一なんていうのでこちらの後手になります で、こちらが、ま、先手になるんですけど、えー、通常平手だと、えー、先手側から初手を行くんですけど、駒落ちの場合は、えー、初手は、えー、後手の方ですね。えー、上手の方から、あの、始まります。で、えー、3 2金ですね。これ何か言いますと、まあ、あの、将来的にはこの飛車先のですね、 この攻撃を事前に備えるための3二金ということです。で下手は7六歩で角道を開けます。で通常次は、まあ、あの7二金と行くんですけど、まあ、こう行かずにもし仮に5二金五二、えー、玉とした場合ですねこの場合はもうすかさず、えー、6六角と出ます。 で、次に93の地点になりますよという狙いなんですけど、で、これを防ぐために、まあ、あの、上手側が72金としてこう、寄っていくことするんですけど、まあ、あのー、1手及ばず、93、えー、角なりという形ができるということですね。えー、ですから、えー、上手側は、 5二玉ではなくて二金ですねこれが正解ですでここで6、えー、六,六角と出ても8二金で9、えー、三の地点を守れてるということですね。でも7、えー、二金と出たらもう6六,六角と出る理由がなくなるので違う手を指します。はい。え2、ー、六歩ですね。 押し先をどんどんついていって攻めるということですね。で、えー、5二玉、えー、2五歩、えー、6四歩なんですこの6四歩っていうのはあのー、まあこ,ここですね、えー、下手側の方はもうこの2筋からこう攻めていってここを突破して、まあ、こういうふうにいくので まあその前に玉と、えー、金の方をこちらからも出ていってで、えー、逃げながらこちらをまあ攻めるというためのあのー、6四歩です、えー、3八銀、えー、これは、えー、何か今とこう棒銀ですねお銀がこう、えー、飛車のこうバックアップを受けながらまあここを攻めていくという えー、棒銀という戦法ですねえー、6三玉ねどんどんこう上がっていきますでえー、2七、えー、銀でえー、7四歩えー、2六銀えー、7三金3五銀 えー、6五歩とするんですけどまああのー、棒銀の攻めの、えー、攻撃体制が、あのー、出来上がったのでここで仕掛けます。2四歩、えー、これをもし、えー、放置しておくと2三歩なりとなって厄介なのでまあ同歩とするんですけどここで同銀として銀が前に来ます。 で、この状態で2、3、負とこう、蓋をしたとしてもですね、もう構わず、えー、3、3、えー、銀なりと。で、これを同金とすると、同角なりとなってしまうので、まあ、3、1、金ぐらいですかね。もう下がるしかないんですけど、そうすると、もう金がもう仕事をしない状態なので、あの、下手の、まあ、成功ということですね。になります。 ですので、えー、上手側は、えー、4二金と、えー、相手のこう、攻撃に対しても相手にしないでこう逃げます。で、えー、下手側の方は3、3三銀成として、まあ、負の方を取りながら、えー、金に当ててきます。同金とすると、同角成となるので、えー、さらに5、5二、えー、金と、 まあ逃げますね。で、ここで飛車先の方ですね。まあ通ってますので、2、3、えー、飛車なりとします。で、えー、っと、この3段目ですね。1段目、2段目、3段目でこうなった理由としては、まあ、こう3段目に玉がいるので、まあ、あのー、同じ段になったというところですね。で、次に、えー、6、4、金と。 まああの、上部の方をこう、開拓していこうということですね。で、ここで、4、3、り銀として、さらにまたあの、金の方を当ててきます。これあの、同金とすると同流になって、その形がもう一間流というですね、あの、形になるので、取るわけにはいかない。取るわけにはいかないので、まあさらに、 5二金としてこうかわします。で、えー、ここで角がなって3三角なりとします。であ相手はまああまりこう有効な手がないのでまあ8四歩とかまあするしかないんですけど、えー、下手側はさらにこう敵陣にまあり込んでいって。 で、上手側の方が7五歩として、まあこれ同歩、同金として、どんどんとこうね、こう、逃げ道をこう開拓していくんですけど、まあ、あのー、この状態でもう、調ですので、もう手抜きます。もう相手にしない。で、えー、3 2竜と攻撃に。 集中を行いますで、えー、7三金とまあかわしていくんですけどもう駒をねこうどん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 こっちに行こうとするんですけど、えー、ここで、まあ、6二竜と大手します。 でまあ、こちらの方ですね7四玉とか回したらまああの7三竜として大手しながら金取ってまあ逃げていくんですけどまああの手持ち金とかもあるのでまああの詰まされるということでまあこちらの方ですね5四玉の方に、まあ、逃げるんですけどまあ結局同じ運命で、えー、5三、えー、竜として。 でまあかわして4五玉とするんですけどまあ再び王手をされて4四竜でもう詰んでしまうということですね、はいえー。以上になります。ありがとうございました。